皆さんこんにちは、スタイリストのひるいちかです。今回は骨格診断別おすすめイヤリングをオンオフ別に2種類ずつご紹介したいと思います。ではやっていきましょう。ストレートさんタイプの、似合うアクセサリーの特徴なんですけれども、結構首が短めで、鎖骨とかもあんまり目立ちにくい人が多いんですけど、結構アクセサリーっていうかイヤリングを選ぶポイントとしては、あんまりごちゃごちゃしてないデザインのものを選んでもらったりとか、素材も、ウッドとかナチュラルなものっていうよりも金属とかのピカピカした素材感とか、とダイヤの一粒とかも似合う人が多いんですけど、どっちかっていうとちょっと高級志向のものとかがストレートさんのいいところを引き立てる素材選びとかイヤリングの選び方になります。で、今回ご紹介するのが、オンにおすすめなのが、こういったフィービーさんのパールのピアスになるんですけれども、こういったちょっと小粒のものよりもストレートさんタイプは大粒のもので、揺れるものより断然耳に沿うような、形のデザインのものを選んでもらうとすごいしっくりきます。なんかだいたい私ピアス穴開いてないんでつけれないんですけど、つけるとちょっとイメージこんな感じですね。オフでおすすめなものですね。こういった感じの、これがアネモネさんのシルバーのピアスになるんですが、これもさっきお話ししたようなこうシルバーの色味のこうピカピカした素材感っていうのがポイントになります。あとこのピカッとしたこのデザインがすごいストレートさんにはいいかなと思います。ストレートタイプの人は試してみてください。ウェーブさんっていうのは首が長くって、上半身が薄い華奢な人が多いんですけど、華奢なデザインのものを選んでもらった方がベターです。オンにおすすめなウェーブさんのピアスなんですが、こちらになりますね。これがアネモネさんの揺れるタイプのピアスなんですが、結構こう揺れるとすごいキラキラして、お仕事とかでちょっとかっきりした格好しなきゃいけない人とかでもこれぐらいのデザインのものだったらつきやすいんじゃないでしょうか。次にオフのおすすめピアスなんですが、フィービーさんのグリーンの石の色が綺麗な揺れるピアスになりますね。結構こう本当揺れる華奢なものが似合う人なので、こうストレートタイプの私からすると羨ましいんですけど、こうつけるとすっごい女の子らしくって、このグリーンの 石の色味とかが華奢だけどすごい存在感があって、結構合コンとかデートの時とか揺れるアクセが男性受けいいよって言いますけど、ウェーブさんは試してみてほしいですね。ほんとなんかシンプルにデコルテ開いてるお洋服とか着てもこれぐらいの存在感があれば華やかになるので、ぜひウェーブさんが試してみてください。今まで話してきたストレートさん、ウェーブさんとは違って、結構骨格、鎖骨とかも結構目立つ人とか、結構骨格がしっかりしてる人が多いんですけど、イヤリングの選び方は大きめなものとか個性的なデザインのものを選んでもらうとすごいおしゃれに付けこなせれる人が多いのでおすすめです。ウッドとか、ナチュラルな素材感のものを選んでもらうとさらに、おしゃれに見えます。オンのイヤリングなんですけど、こちらですね。こちらがミミというブランドのイヤリングになります。さっきのウェーブさんの揺れ感とはまた違う、ちょっと太めのチェーンとかこうちょっと素材感が異素材使いだったりとかするところが結構モードな印象になるので、とナチュラルさんにはすごいおしゃれにつけていただけるんじゃないかなと思います。オフの日におすすめなナチュラルさんのピアスなんですが、これもブランドはミミさんになりま
います。結構ミニさんって大きめなものとかすごいあの映えるイヤリングが多いんですけど、結構ナチュラルさんにおすすめなので、ぜひナチュラルタイプの人はオンラインとかお店とか見てみてください。ちょっとマーブルっぽい石っぽい模様のものなんですが、ナチュラルさんはそのさっきもウッドとかこう天然素材のものが合うって言ったんですが、これも同じくこう石っぽいこういう天然の素材感っていうか、こう自然にあるようなものとかデザインのものを選んでもらうとすごくこうこなれた印象になるのでおすすめです。ぜひナチュラルさんはこういった大きめのものを試してみてください。以上、骨格診断別のおすすめイヤリングの選び方でした。いかがでしたでしょうか。耳元のアクセサリー選びって結構あのインスピレーションで好きなデザインとかを選びがちだと思うんですけど、骨格別にきちんと素材感とか形とか大きさを選ぶとかなり印象が変わってくると思います。顔周りってすごく第一印象とかこう人によく見られるところなので大切になってくると思うので、ぜひ、自分の骨格別に選ぶようにチャレンジしてみてください。ではまた次回。